アンニョンハセヨ、AI 韓国語先生のみじんです。韓国語で目的や予定などを表現したいとき、どう言ったらいいでしょう。今日はその表現が韓国語でできるようになります。今日皆さんと勉強したい語尾はウロガダです。語尾のウロガダは日本語でしに行くという意味になります。作る方法は動詞の語幹にパッチムがない場合はロガダをつけます。また、語幹にパッチムがある場合はウロガダをつけます。ちなみに、後ろをオダクルに変えることで、来る目的を表現することもできます。何をしに行く、何をしに来るといった表現、よく使いますよね。あ、そうだ、丁寧に話したいので、後ろの動詞が大工オダクルをがよ行きます。わよきますに変えて使いましょう。それでは、繰り返し練習をしたいと思います。最後までついてきてくださいね。今日のレッスンに使う動詞はこちらです。木だ食べる、真ん中会う。ボダ見る見る、サダ買う、ノルダ遊ぶ。それぞれの例文を見ながら語尾と語感をつけて、どう使うのか慣れてください。私は映画を見に映画館に行きます。私はコンサートを見に韓国に行きます。私は友達と会いにカフェに行きます。私は韓国のドラマを見に友達の家に行きます。私は先生と会いにカフェに行きます。私はテオさんと会いに食堂に行きます。私は友達と会いに大和八木駅に行きます。私は先輩と会いに大学に行きます。私は弟と会いに動物園に行きます。私はサムギョプサルを食べに鶴橋に行きます。私は韓国のチキンを食べに難波駅に行きます。私はチャプチェを食べにここまで来ます。私はビビンパを食べに来ました。私は昼飯を食べに来ました。私はプリンを買いにコンビニに行きます。カバンを買いに百貨店に行きます。服を買いに韓国に行きます。財布を買いに百貨店に来ました。晩飯を買いにマートに来ました。ここで、韓国ではスーパーのことをよくマートを言います。明日は友達と遊びに大阪に行きます。昨日は遊びに白浜に行きました。昨日は遊びに明洞に行きました。今日は遊びに本田に行きます。明日は遊びにカンナムに行きます。友達が日本に遊びに来ました。語尾のウロガダはガダの代わりにナガダ出ていくナオダ出てくる。ドゥルオガダ入っていくドゥルオダ入ってくるダニダ通う。に変えることもできます。意味がいろいろ違って、状況に応じて使ったら、もっといい韓国語の表現になると思います。皆さんも、例文を作ったら、コメント欄に書いてくださいね。私がチェックしますから、最後までご視聴ありがとうございました。それでは、また会いましょう。止まんなよ。アンニョン。